主君に告白するんだ。まさかあの主君なってもいいか、すごく緊張してるんだよね。どうしたら上手に話せるかな。そうだな。あ、手の札に人手書いて読み込むとか、緊張しないでいくけど。あ、手紙とか書いた方がいいかな。やっぱり手紙より直接伝えた方がいいんじゃない。可愛く話せば大丈夫だよ。他に告白するとき気をつけた方がいいことある？あ、相手の目をしっかり見て話すとか、恥ずかしくなくても、あの相手の目をしっかり見て、あと、何？緊張するならトイレに行くの忘れないでね。忘れないよ。でもさ、シュウ君のどこが好きなの？私も知りたい。シュウ君って時々ちょっと変なことするのに、なんで？全部完璧な人ってちょっと話しにくいけど、そういうところがあった方が可愛いでしょ。でも言葉も時々変なので、古いっていうか、古い言葉もいろいろ捨てるのは頭がいいからでしょ。でも、シュウ君、動物嫌いなんだよね。犬とか大嫌いだよ。男の人なのに、こう動物が怖いってちょっと。まあまあ、逆があっていいと思うよ。そうかな。あ、そういえば、さやからメールで余地があるって言われたんだけど。それで告白されるじゃない。絶対そうだよ。シュウはモテるな。困るな。なんて困るの。シュウは今彼女いないでしょ。付き合ったら。俺はさやちょっと苦手だよ。じゃあ断ればいいよ。断って泣いたりしたら嫌だし、どうしよう。わざわざ変なことをして嫌いになればいいんじゃない。そうそう、例えば服を前後逆に着るとか、すっごく格好悪いと思うよね。他に何がない？変なことをして変な言葉を言うのはどう？10年以上前の言葉とか。いいね。そんな変なやつ絶対嫌われるよ。あ、話してる時にトイレ鍛えて言い出すとか。うわ、恥ずかしい。そう、あとは男なのに小さい犬を怖がって逃げ出しちゃうとか、かっこ悪いと思うよね。なるほどね。あ、そろそろ時間だ。行ってくる。頑張れね。ごめん、また。あ、さや、何をしているの？シュウ君、来てくれてありがとう。あれ？シュウ君、服が。あ、服が。逆った。これ格好悪いな。かわいい。え、なんでもない。あ、トイレ忘れてた。え、なんでもない。それでシュウ君、最近受験勉強って忙しいよね。本当だよ、勉強大変すぎる。超ベリバー。かわいい。なんでもない。って言うか、さや、俺の顔見好きじゃない？何がついてるの？何でもない。今日忙しいのにごめんね。それはいいんだけど。今日はシュウ君に伝えたいことがあるんだ。わあ、やっぱり告白だよ。どうしよう。あ、ごめん。トイレちょっと行ってきてもいい？え、シュウ君も？実は私も行きたかったの。そうなんでもない。やっぱりこの子苦手だよ。もう逃げるしかない。あそこ犬がいる。怖い、助けて。あ、やっぱりシュウ君最高。何ですか？
上手に話せるかな。そうだな。手を振って人に書いて飲み込むと緊張しないと聞くけど。あ、手紙とか書いた方がいいかな。やっぱり手紙より直接伝えた方がいいんじゃない。いいんじゃない。可愛く話せば大丈夫だよ。他に告白するとき気をつけた方がいいことある？真面目に。いやしっかり見て。あ、しっかり見てよ。相手の目をしっかり見て話すとか緊張して。いや、緊張じゃない。今気にしてるんだよ。もし忘れた場合はそのアドリブですね。分からなくてもいいから何かつなぐようにするといいですね。恥ずかしくなくて、恥ずかしくても、はい、そう恥ずかしくても、いいだけで恥ずかしくても相手を顔見て見ないで話すことは良くない。あと、勉強するのがトイレに行くの忘れないねってね。どうしてシュークが好きなの？私も知りたい。シュークって時々ちょっと変な気がする。なんで？全部完璧な人ってちょっと話しにくいけど、そういうところがあった方があるでしょ。言葉も時々変だよね。古いっていうか、古い言葉もいろいろしてるのは。でも、シュウ君、動物嫌いなんだよね。犬とか大嫌いだよ。男の人なのに、動物が怖いって、ちょっと。まあ、だっていいと思うよ。そうかな。カット。あ、いいじゃない。料金は払いなさい。撮影だよ。だから、料金が払わなくて。払わなければいらない。オッケー。シュラ大丈夫？ちょっと待って。ごめん、また。あ、シュラ君。何をしているの？何でもない。来てくれてありがとう。あ、シュラ君。やこた。あ、俺、学校が無理かな。何もない。トイレ忘れてた。何でもない。それでシュウ君、最近受験勉強で忙しいよね。本当だよ。勉強大変すぎる。超ベリバーいいですね。何でもない。でゆかさや、俺の顔見好きじゃない？何ついてるの？なんでもない。今日は忙しいのもごめんね。今日はシュウ君に伝えたいことがあるんだ。あ、どうしよう。そこもちょっと大きい声がいいですね。もう一度。うわー、やっぱり。うわー、やっぱり。ここはだ。どうしよう。あ、ごめん、ちょっとトイレに行ってきてもいい？え、シュウも？そう、私も行きたかったの。え、あ、もう何でも、そう、何でもない。この子、俺はちょっと苦手なんだ。逃げるしかないよな。ああ、あそこ犬がいる。怖い。助けて。